ゴールドボトルたちはですね、ストレートがもしくは水をちょろ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 混ぜてゆっくりね、垂らして飲んでいただくっていうのがね、召し上がっていただくっていうのが一番ね、なんて言ったらいいでしょうかね、オールドボトルの魅力をね、感じやすい飲用形態なのかなというふうに思いますね。一つのね、ポイント、オールドボトルを語る時の一つのポイントは、ラベルにね、特急表示、特急表示があるかどうかっていうことがね、はい、皆様こんばんは。お酒の塾長でーす。塾長ぷ、塾長ぷ、お酒、お酒。今回もご覧いただきまして本当にありがとうございます。今回はですね、お酒の塾長がですね、数々の飲み会に同席させていただいたり参加させていただいたりするときによく出てくるワード、よくご質問いただくね、用語、単語のことに関してですね、対して返答をさせていただこうと思いますんで、今回もどうぞよろしくお願いします。今回はですね、ウイスキーの話になって、少しね、なんでしょう、愛飲家と言いますか、幅広く召し上がってる方の中でね、聞かれるんですけど、オールドボトル、ウイスキーのオールドボトル、直訳すると古いボトルなんですけど、具体的にはどういうことでしょうかっていうことに関してですね、返答させていただこうと思います。結論から申し上げますとですね、オールドボトルをいただくときはですね、ストレート、そのままですね、ストレートが水をね、1滴2滴3滴非常に少ない水で混ぜて差し上げてる、混ぜてあげる、そういう飲み方がね、より好ましいと思いますね。もちろんね、様々なね、ロックとかソーダ割りとかね、1対1の水割りとかもありなんですけど、オールドボトルなんで、もともとね、時間が長く経っておりますので、まろやか、最初からまろやかなんですね。まあ、厳密に言うと出来上がった時はまろやかじゃなくてもですね、長い年数をですね、ボトルの中にいたとしても大きいダイナミックな熟成はしませんが、アルコール分子と水分子がですね、形質的に仲良くなっていく、仲良く馴染んでいく、厳密に言うと水分子がアルコール分子をね、うまく取りまとめるような感じになりますので、飲んだ時にですね、水用のまろやかさが先に来る。よってですね、オールドボトルたちはですね、ストレートがもしくは水をちょろ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 混ぜてゆっくりね、垂らして飲んでいただくっていうのがね、召し上がっていただくっていうのが一番ね、なんて言ったらいいでしょうかね、オールドボトルの魅力をね、感じやすい飲用形態なのかなというふうに思いますね。オールドボトル、そうな通りね、古いボトルっていう意味なんですけど、まあ、厳密に定義っていうのはね、これだっていうことは、なんでしょう、決まってないかもしれませんけど、一つのポイントはね、特急表示がある。特急表示があるウイスキーっていうのがですね、オールドボトルっていう風に思っていただいてるんですね。特急表示っていうのはね、確か戦中の第二次世界大戦ですね、の戦中のですね、1943年頃からですね、1級2級とかね、そういう級別制度が出来上がってるんですね。酒税法の級別制度で何回か更新があってですね、最終的には1989年にそういう級別制度は廃止、級別制度は廃止されてからですね、特急表示とか1級とか2級っていうのはね、出てこなくなったんですね。よって、まあ、今回ね、この登場している2銘柄は、テネシーウイスキーのですね、アメリカのテネシーウイスキーのジャック・ダニエルズ、そしてスコッチウイスキーのオールドパーですね。このラベルを見る限りではですね、特急表示があるんですね。特急表示がある、特急表示があるということはですね、この2つはですね、1989年以前にね、流通していたボトル、流通していた銘柄っていうことがわかるんですね。一つのね、ポイント、オールドボトルを語る時の一つのポイントは、ラベルにね、特急表示、特急表示があるかどうかっていうことがね、一つのね、重要なファクターになるっていうふうに思いますよね。それがね、1989年以前に流通したボトルなんですね。で、ウイスキーなんでですね、何年か以上のですね、樽原酒を使わないといけませんので、例えばこのオールドパーだったら12年以上ですね、経年熟成をしてますので、1989年以前に登場しようと思ったらですね、そこから12年以上前のですね、仕込みを始めないといけないっていうね、ことを考えるとですね、どうなんだろう、1970年代ぐらいに仕込まれてる、そういうね、可能性があるというふうにね、考えられるんですね。皆さん、1970年ですよ。今から考えたら、40年前？ん？ 30 年よ。倍になると50年ぐらい前ですよね。50年前ぐらいのね、
仕込み、そこからの生産現場から始まったものがね、こうやって登場するっていうことで、まさしくオールドボトルっていうのはですね、オールドボトルは歴史を感じざるを得ないようなですね、そんなね、雰囲気を醸すですね、ウイスキー銘柄っていうふうに思っていただいてるしですね、なかなかね、店頭でね、売ってないと思いますので、通信販売とか、あとはですね、なんて言うんでしょうね、古いお酒を買い取るね、業者さんのお店とか、あとバーによってはね、オールドボトルをね、提供してくださるね、方とかいらっしゃったりね、そういうお店とかあったりするので、そういうところでね、いただいたら、入手できたりするのかなと思うんですけど、オールドボトルが、あれ、出てきたらですね、なんでしょうかね、より一層目を光らせていただいてね、よりお好きな方だったら、お求めいただいてもいいのかなっていうふうに思いますよね。で、私もね、そんなオールドボトルね、たくさんいただいたことがないんですけど、まあ、ご縁があってですね、まあ、9本前後、10本前後ぐらいですね、いろいろ確認させていただいた、まあ、意見なんですけど、どれもですね、似たようなですね、なんて言うんでしょうね、熟成果実の香りっていうのはしますよね。熟成果実、花梨のようなですね、熟した青リンゴ、熟した洋梨のようなですね、そういうね、その香り、プラスその熟成果実の香りプラスアルファですね、ナッティーと言いますかね、アーモンド系と言いますか、もしくはですね、カシューナッツ系統のオイリー系統がうまく混ざったようなですね、場合によってはですね、心地よいワックスロー、そのようなね、香りがね、全部に見受けられるかな、まあ大多数に見受けられるのかなというふうに思いますよね。これはまさしくですね、ボトルの中での熟成が進んでる、まあ私は推測するには酸化熟成ですね、酸化熟成、それが進んでるのかなというふうに思いますよね。それによってですね、いろんなね、ゆっくりゆっくりした熟成によってですね、絵も言えぬですね、香り、熟成果実用のですね、プラスオイル的な香りが出てくるのではないだろうかっていうふうに思いますよね。まあ、もっとね、調べてみると、1989年以前っていうね、こともそうなんですけど、オールドボトルのね、証拠を見つけるのもそうですけど、私がよくやるのはですね、発売会社、販売会社とか輸入会社ですね。輸入業者はどちらかっていうのをね、調べますね。それを調べることによってですね、例えば〇〇という会社は1970年まで会社がありましたとなればですね、1970年以前に流通したボトルなんだなとかね、そのようにしてですね、さまざまな要素を、この輸入者、輸入業者のね、名前を検索してですね、リサーチしてですね、何年前のオールドボトルかっていう確認をね、していくとかね、まあここまで言うと結構ね、マニアックですね。マニアック。あとは重化税の表示、重化税表示、があるとどれぐらいの年代かとかね、勝手に推測をしていくんですけど、まあそのようにですね、推測して楽しい、なんだろう、そういうね、思考がある方にはですね、私のようなやり方もいいと思いますけど、まあウイスキー様々なね、まあお酒もそう、お酒全般そうですけど、様々な楽しみ方がありますのでね、素直に飲んで、うん、美味しい、素直にいただいて、この体感がたまらない、そのようなね、楽しみ方でもいいのかなと思いますので、オールドボトルっていうのはですね、ウイスキーの楽しみ方の一つ、その一つの楽しみ方よりどちらかというとですね、思考性が尖ってですね、プラスアルファ、昔の歴史、昔の自分に出会えることができる、対峙することができるようなですね、そのようなですね、歴史的な一品、歴史的なカテゴリーのウイスキーっていうふうに思っていただけたらいいのかなっていうふうに私は思います。では今夜はですね、オールドボトル、この2銘柄、ジャック・ダニエルズとですね、このオールドパー、2銘柄で乾杯。今回もご視聴いただきまして本当にありがとうございました。お酒の熟成でした。熟成オップ、お酒。